さて、追加 DLC の休憩所はなぜか2つあって、前回の追加 DLC 半年前も1個の動画で2箇所紹介した記憶があるんですけども、その前までずっとさ、本編っていうか追加 DLC じゃないところでは、まあ1個の山に対して、山かな、トレイル4あって、その4つの休憩所を探すんですけど、トレイル1個に対してなくて、もう1個別のトレイルに2個あるみたいな例外ケースが1回か2回だけあった記憶です。1回か2回だけその記憶があります。でもほとんど1トレイルに対して 1休憩所なんですね。で、今回のこの追加 DLC には2個あるんです。だから2個同時に1個の動画の中で紹介したいんですけども、なんと見つからない、なんと見つからない。今から1箇所だけ行くんで、もう1つ見つかった人いたら本当に教えてくれませんか。僕5時間ぐらいね探してて、コメントもまた羊さんからいただいてるんですけども、まあ、それは返信の時にまた別の機会にさせていただきたいんですけど、その返信が来るぐらいの時間ずっと僕休憩所だけ探してます。あの休憩所を探すことがこのトレイルの練習になる、フリーライダーとかの練習につながる、マップ把握の練習になる、把握になる、把握の練習になると思ってたんですけど、なってますけど、なってますけども、ここしか見つかってない。わい、お、乗るかやっぱり船に。ありがとうございます。ちょっとしばらく見ていきましょう。なんでこんなカクカクのさ、バーチャファイター1なのにさ、綺麗に見えるやろ。ありがとうございました。おお、いいなぁ。チャリンコごと船に乗せたのいいな。でももう一箇所が見つからないって、本当に。誰か本当に教えてください。失礼します。ここでこうやって終わる感じだったっけ、いつも。どうやって。行こうぜってあれだっけ。